こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。FBA 発想の秘訣。これね、初めにサイズを確認して、それから出品確認を始めましょうという動画ですね。2010年アップした動画、結構見ていただいてます。で、今もこの FBA の発想については変わらないんですけど、結構ね、貯めちゃうと、送るのが億劫というか、発想の手続きが、めんどくさくなっちゃいます。ですから、一箱、たまったら、まめに送るというのを心がけると。箱に入れといてですね、一箱たまったら送ると。一箱たまりそうになったら、追加で仕入れて一箱にして送ると。そういうふうにして、まめに送るようにすると、売って儲かる商品も見つけやすいですし、納品作業も楽で間違いにくいと。少量ずつ送れば、税関で止まる心配も少ないということですね。おすすめです。あまり食べずに、まめに1箱単位で送っちゃうことをお勧めします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。